本日は、尿素。ほう。尿素です。はい。ワンランク上の家庭菜園、尿素で追肥、っていうお話をしてみたいと思います。はい。尿素ね。うん。なんかちょっと汚いイメージがございますが、ちょっとね。その辺のお話もしてみたいと思います。こんにちは。どうも。岩崎です。ママです。はい。今日はですね、尿素です。ん？尿素。ほう。おしっこの元よ。ほう。よいしょ。せーの。よいしょ。これです。でかっ。完璧だ。なんじゃこりゃ。3000もした。高っ。でもこれ量多いわ。おお。20キロ。ね。はい。尿素です。うん。何肥料なん？肥料。窒素肥料よ。へえ。尿素。この他に窒素肥料というと硫黄とか塩黄とか、うん、あとは石灰窒素も窒素肥料です、うん、まあ、農薬でもあるけどね。へえ。で、はい、尿素、はい、尿素は、まず名前ですね、うん、おしっこの元、うん、まあ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 汚そうやよね、うん、臭そうやよね、うん、でも安心してください、はい、おしっこからできてるわけではないです。おしっこに含まれてるものなのよ、うんうん、尿の中にこの成分が含まれてて、ほう、この成分はね、何書いてある？どっかに書いてあると思うんだけど、うん、まあ、その成分がな、あの、それはもうネットで調べてください、はいはい、そこが大してあの重要ではございません。お、はい、まあ、要するに窒素分がいっぱい入ってるよって 46% だから、no. かなり大容量よ、窒素いっぱい、だから今これ半分近く、こんだけがもう窒素やよ。わかる？そうね。それ以外なんやねんって話だけど、まあ、それ以外はなんかなんかやなんかあるんやな、はい、あのほら888でも化成肥料のな、うん、888ってあるやん、窒素リン酸カリウムが888って入ってるやつ、はい、あれは 8% だよ、うん、ということはこれは、もしリン酸、窒素リン酸カリが46ずつ入ってたら46ってはなれへんけどな、まあまあ、100超えるから、もちろん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 。でもまあ、あの、それぐらいめっちゃ入ってるのよ、窒素は。すげえな、うん、めちゃくちゃ入ってる、はい、しかも、そのままでも水に溶かしてでも使える速効性の肥料です。へえ。めっちゃ速効やで、なんか窒素型になりそう。そうやね、だからあんまり量を予算まくといかんのよ、うんうん、だから多すぎんね、うん、確かに、うん、そんなにいらんやろっていう、うん、でな、ここにちょっともう裏面はな、はい、よいしょ、ね、要するにあの水で溶かしても、うん、そのまま巻いてもいけるということは液体肥料というかその、あの、葉面散布できるのよ、うん、なるほど、なで、しかも使用量がね、うん、1坪3m×3m 坪、はい、巻く場合ね、うん、ばらまきの場合は、20g から 40g、 そんなもんかい、 1R、うん、1R ってことは30坪、うん、で 600g から 1.2kg、うん、20キロで言っとくけど、no. で一旦な 10R で6キロから12キロ、うん、やっと半分か、おお、なるほど、これ3単分や、大体そういうことやな、1袋で大変よ、大変 や水に溶かす場合はな、ここに書いてある6リットルで 20g に薄めて、うん、を薄めてくださいと、うん、うちのタンクは、15リットルやろ、うん、ってことは、まあ、50g ぐらい、そうやなっていうかもう500倍とか1000倍に薄めたらいいって書いてあったから、うん、まあそんなもんやよ、うん、めっちゃ多いやんちゃうな、no. もうちょっとちょっとの量に、ちょっとで俺そんな分かってへんからとりあえずあれやつ引っこ抜いてな、うん、放ってきたんやけど、いやーもうほんと大変ですよこれ、はい、何に使うん、とりあえず冬場はさ、ナッパなかなか大きなれへんやん、うん、で肥料も吸えへんやん、うん、だからナッパのな葉面散布に使えばいいかなと思って、あー、なるほど、うん、やってみようと思う、うん、で特にほらうちセロリがさ今ちょっと若干黄色くなってきてるやん、そうね、だからセロリの上から巻いたらいいかなって、うん、いうのが、
あれですね。あれですね。で今からあの巻きに行こう思うんですけど、はい、その前にね、ちょっとだけ、他にも注意点等々いろいろあるので、はい、豆知識情報。そうですね。まあ良い面としては、あのこれを肥料を撒いても土壌が酸性化しにくいらしいのよ。しないのよ、むしろ。硫、うんうん、酸とか撒くと、土壌が酸性化してしまうんだって。あ、そうなんや。うん、硫黄が入ってるからな、硫酸は。硫化アンモニウムか、硫酸っていうぐらいから。硫、うん、化っていうことは硫黄やからな。あ、確かに。うん、だから硫黄は酸性やからな。はい、あの硫黄の粉巻くやん、ブルーベリーとかでも酸性化させるのにね。で、その硫酸と比べるとこっちはそういうのがないから、はい、まあ、酸性化しないよっていうのが一つね。うん、ただ、やっぱりあのアルカリ資材と一緒にすると、要は石灰やな、うん、石灰と一緒に巻くともうアンモニアガスがバーってガスが出るので、うん、あかんらしい。そこは要注意やね。要注意らしい、うん、っていうのと、ここは何、除草剤とは混用しないでくださいって書いてあるな。ほう、なんか調べたら除草剤と混用しっていうか農薬とな、うん、混用すると、うん、これ吸収率がめっちゃいいんやって、うんうん、だすぐ吸収するから農薬も吸収しやすくなるんやって、うん、そういう効能があるらしい。へ、除草剤と混用するとどうなるんやろうね。ね、枯れるけど伸びるみたいな、どっち、なるんじゃない、分からんけどな。あとは、取り扱いにはマスク手袋を着用し、はい、皮膚につかないようにしてってらしいよ、うん、あとね、あのその取り扱いにね、こんな予算あるからね、大変なんやけど、うん、これあの空気に触れると吸湿性があるんやって、はい、だから空気中の水分を吸って溶けてしまうんやって。あら、なので、今からちょっとね何グラムか測って持っていくんやけど、うん、その後はまた、ね、ちゃんと密封しとかなの出ないと、なかなかやね。なかなかなのよ、置いとけないじゃん。でも使えないよ、こんだけも。まあ、置いとかにはな、うん、まあ。とりあえず測るわ。うん、とりあえず手袋ぐらいな。そうやな。こんな手で行ってみました。手につかないようにちょっとだけ切って。これで何グラムや。ほっ。まだ10グラムや。結構な量やな。うん、これで結構いったんじゃん、うん、あ、40ちょいぐらい、もうちょっとやな。よっしゃ、こんなもんでやろう。これこんな感じのね、白いほらこんな感じね、ほらほら、ちょ、粒だね。そうそう、粒やね。発泡スチロールのなんかあの、あー、そうね、ね、よいしょ。で、よいしょ、これをどうするなんかあのテープなかったっけ。何のテープ。ああ、バリケか。うん。これ空気が入る方がいいよな。うん、そうね。なんかこの中に入った空気でパキパキに固まりそうや。そうやな。とりあえず1回分。そう。こんだけで。これが50グラム。50グラム。これで、15リットルぐらいのタンクに溶かして持っていこうと思います。なかなかやな。で、うち今までな、はい、なぜこれを使ってなかったかって、うん、液体の肥料のな、液肥の、窒素分の窒素肥料、あれを撒いてたの。はい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 。うん、だからこっちの方が吸い込むのが早いって言うから、ちょっと試しにやってみよう思って買ってみたら、ね、うん、思いのほか量いらんかった。これで結構な量あるよ。うん、まあ一遍畑行こうか。はい。はい、レッツゴー。どうだ。15リットル。はい。もうちょっとでパンパンだね、うん、重たいのよねこれまあこんなもんでやろう、はい、もうちょっと入れるか。線がどこや。線ここやね、この辺や。そっかそっか、うん、まあこんなもんだな。ね、さっきのやつこんだけ、だけ50グラム。ここ取るか、いくで、よいしょ。おう、もうなんかない感じ。あ、あるわ。手で触ったらあかんねんな。あかんねん。なんでいいんかい。うん、
まあこれでな、うんうん、車で走って畑行ってる間に溶けてると思う。あ、なるほど。よし、じゃあ行くか。はい。よいしょ。レッツゴー。レッツゴー。見て見て。何何。見てよ。ほら、もう綺麗さっぱり。パパパパ。なや。何して。映ってる？私見えてないね。あ、映ってる映ってる。映る。うん。綺麗に溶けてるよ。うん、よかったよかった、うん、じゃあちょっとセロリの追肥やってみます、はい、よいしょ。重たいな、ね。終わった終わった。おかえり。ここでいいか、うん、500平米いや、ここ大体な、うん、500平米で15リットルほぼ使い切った感じやから、うん、このタンク、まあ、冬場のナッパ焼きっていうのもあるけど、うん、この面積セロリ以外もパセリも春菊も、うん、追肥できたわ。よかったね、うん、ボトボトボトって背中背中はじめな、こう緩んでてな。そう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 、大変やった。いや、で、なんか雑草にはかけたらあかんでな、書いてあったな。へ、雑草が元気になる。ああ、なるほどなるほど。いや、これでちょっとな、セロリもちょっと黄色になってきてるからな。こっちが特に黄色いのよね。こっちはもう完全肥料切れ、ね、うん、うん、株も小さいもんね、え、うん、でこっちやな、うん、こっちはまあまだあれやけどな、うん、まあ、頭ちょん切れば、うん、全然問題ないと思うけど、うん、これでもな、多分黄色くなった葉っぱは戻らないから。あ、そうか。黄色くなったのを止めてくれれば、うん、で、真ん中から出てくるのは黄色くないようになると思う。そうやね、うん、だから、追肥やね。追肥やね。で、うん、だから冬場のな、この1月2月ってさ、この肥料追肥してもさ、効かへんの。効かない、うん、吸えへんの、うん、これほんで無理やり吸収するらしいから、うん、まあ、吸収率が高いからいいかなと思う、うん、それがいいかなと思ったところ、冬場の追肥 な。で、まあ、夏場は農薬結構使うやんか、うん、そのいろんな病気になったとな。で、特に浸透移行性油でさ、吸い込むタイプの農薬は、うん、これでギュッと吸い込むらしいから。あ、なるほどね、うんうん、そういう意味で農薬と一緒に使うっていうのは一つの手かもしれない ね、うん、面白いね、うん、まあ、とりあえずね、あの尿素という名前ですが、はい、おしっこからできているのではございません、はい、安心してください、はい、おしっこの中に入っている成分、ね、成分ね、で、そのなんちゃらいうのがあると思います。なんちゃらね、はい、それは何か知りません俺は、はい、そこまでは、ね、でもとりあえずワンランク上のね、はい、家庭菜園としては、うん、まあ、追肥で尿素は使えるかなというのは思いました、うん、ね、ただ買う量やな、量をあんまりバカみたいに俺みたいに20キロも買うとね、まあまあ、俺はどっかで使えば使い切ると思うけど、うん、家庭菜園とかだと、ね、使い切れへんね。ちょっとね、うん、まあ、できれば 小分けのな、ね、やつを使えばいいかなと思います、うん、それぐらいかな、うん、使い方はね、そんなに難しくなかったし ね、今日はね、ほらもう農薬混ぜてない、ただの肥料だけやから、うん、ブワーっとね、適当に巻いたけど、ね、農薬入ってたらもっと丁寧に巻かなあかんけどな、うんうん、もう今日は肥料だけやから適当やったな、うん、まあ、ということで、尿素ね、うん、実はね、尿素 の使い方を動画でやってくださいというリクエストがあったんで、はい、やってみたんですけど、うん、実は俺もあの今まで使ったことなくてさ、そうだね、うん、初めて使ってみましたけど、うん、まあ、別に使い勝手は悪くなくて、うん、むしろいいかもしれないなと思って、ね、まあ、使い、これから使うと思います、うん、ただ量が多いな、ね、あれ使い切るの大変やな、そうやなぐらいかな、うん、まあ、そんなね、あのご要望とかもまたあの今後も受け付けておりますので、はい、LINE 公式アカウント、はい、お
友達登録してもらうとやり取りが直接できますんで、まあお友達登録していただけると嬉しいです。お願いします。はい、そんな感じかな。はい、あとは何かございますか。うん、大丈夫だよ。大丈夫。うん、なんかこっち向いてるけどこっちを撮ってるのね。そう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 、うん、だって今日はセロリでしょ。そうやな、パセリも追試したけどね。うん、だからパパが左端にいる感じ。あ、そう、うん、左端にいるとサムネイルはねあんまりよろしくない。ああ、右端にいて文字がこっち側にしてる。じゃあパパこっちに来なきゃ。あ、そうか、もうええわ、見ませんわ。まあそんな感じで、はい、ございますな。はい、まあ、最後にもう一回言っときます。はい、尿素はおしっこからできてないので安心してください。はい、おしまいです。それでは皆さん、さようなら。